河合の自習室にはお世話になりました。来年受験する人は頑張ってください。私は、北海道落ちてからちょっと、まあ、徳を積まなきゃいけないと思って信号を、絶対に守ろうと決めてから、富山東北受かりました。皆さん信号をしっかり守りましょう。面接など小論文の対策がしっかりできたので良かったです。皆さん頑張ってください。こんにちは、明石亮です。僕は物理の授業で一発芸をしました。今から皆さんに見せたいと思います。これで、皆さんこれを見て笑って合格目指して頑張ってください。では一発芸いきます。じゃんけん、最初はグー、じゃんけんポン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 デリング。ありがとうございました。授業後の教室での先生たちの会話がとても楽しかったです。ちょっと最後まで何があるかわからないんですけど、一応頑張ったら努力は絶対に追いついてくるので、安心して頑張ってください。数学が良ければ受かるんで頑張りましょう。自習室で集中して勉強できる環境が整っていて、とても良かったです。寮の美味しいご飯いっぱい食べよう。カリキュラム通りにやれば絶対良くなるのでリラックスして挑みましょう。プレッシャーの中でも楽しむ心を忘れずに頑張りましょう。